かなりお店としては死活問題、もう間違いなくお店は閉めないとやっていけないだろうなという状況でした。こう話すのは青森市にある青森居酒屋いいとも店主桜庭康さん。青森産の新鮮なホタテ、地鶏など地元の食材を使った和食が人気の店。一体何があったのか。ゴミが書かれた時って Google さんからのお店の方にメールで通知が来るようになってるんですけど、その通知がまあいきなりこう40件ぐらい一気にバーッと来まして、お店のことに全く関係ないメッセージの入った星1の評価が大量に届いてたような感じです。先月21日突然 Google マップにこのような評価レビューが届いた。妹のミリアムに会いに来てください。私はヴィーガンマニアです。日本語に翻訳されたこのメッセージとともに星一つの低評価レビュー。送り主はイスラエル人だった。桜庭さんによると、こういった嫌がらせのメッセージが1時間に40件ほど届き、これまで平均 4.5 あった星の評価が一時 2.1 まで下がってしまったという。はっきり言って 2.1 の評価のお店ってまずもう見ることないって言いますか、かなりお店としては死活問題、もう間違いなくお店は閉めないとやっていけないだろうなという状況でした。しかもこの投稿がある前に Google サポートを名乗る女性から、お金を払えば口コミの評価を上げることができますと店に電話があったというが、不審に思って断ったという。先日厚生労働省のサーバーを経由してリ・キャン・アイ・トラスト・ユーとの件名で英語で投資を呼びかけ、個人情報を求める迷惑メールが10万件送信されていたことが判明。これもほとんどが海外から不正に送信されたものとみられている。果たして同様の手口なのだろうか。ハッキングなどに詳しい IT ジャーナリストの三上氏は、コメントをコントロールできます、削除しますよと言ってる時点でガイドライン違反の悪質業者だということが明白です。第三者の業者もしくはお店が口コミをコントロールすることはできない、そこを悪用しているのが今回のような業者です。書き込みは日本語がわからない人がやっています。まあ、しかし営業自体はその電話でやっているでしょうから、何らか日本と関係のある業者がやっている可能性があります。またこれらの業者はですね、悪質なこと Google 広告に広告を出しています。あなたのマップ上の評価を上げます、悪い口コミ対策をしますとして Google 自体に広告を出しているんですね。この広告も信用ならないということです。三上さんによると、近年故意に店の評価を下げ、その救済法として多額のお金を搾取するという悪徳な詐欺が横行。コメントの数が少ない小さな店ほど1回のダメージが大きいため、犯罪グループは標的にした可能性もあると指摘。 Google はアベマ的の取材に対し、 Google マップのチームは不正な口コミを行うユーザーや詐欺集団による攻撃を阻止し、不正な口コミを削除したり影響を受けている事業主がいる場合は企業プロフィールを保護するため24時間体制で取り組んでいます。今や飲食店の人気を左右し、生命線ともいえるネット上の口コミやレビュー。桜庭さんはすぐに Google に報告し、不審な投稿はほとんど削除できたため、さほど実害はなく事なきを得たが、一時はストレスで店を閉める覚悟をしたという。ネットのそういういたずら、口コミに負けずに頑張ってくださいだったりとか、あの事件後にお店の方に応援を兼ねてご来店していただけるお客様がだいぶ増えてまして、まあ、今まで自分が入れなくなるのを懸念して投稿してくれてなかった常連のお客様も、今回の事件の、ニュースとかを見て、やっぱ書かないとダメだねっていうふうにいただいて、そういういろんな声をいただいてます。桜庭さんは今回のトラブルにもめげずに今日も店に立っている。さあということで、宮崎さん 4.5 あったのが一気に 2.1、はい、これ悪質ですよ ねやっぱりこれね、さっきおっしゃってましたけど死活問題だということで、店も閉めなきゃいけないって思っちゃいますよね、
で、まあ、あの評価ってその、まあ、本当にすごくみんな大事で、初めて行くときなんかそこ見て皆さん行かれて、うん、期待をしていくとか、もう逆に低いといかないってなってくるじゃないですか、はい。まあ、でも逆に僕は自分の行っているお店でここ美味しいんだっていう店に限って結構低かったりするんです、点数が、はあはあ、3.01 とか、はあはあ、だからそういう時はね、あ、そのままでいてほしいなと思ったりします ね、 ありますね。逆に上がんないでほしい、はい、そう混んじゃうとね、いけなくなりますから、気づかれたくないっていうね、はい、はいはいはい。でも下がり、私に言うてもらうとあげますよっていう電話があったっていうことですから、はいはい、これはもうもしかしたら裏でっていうことですよね。これはもう本当にね、都市伝説のように言われてますけど、はい、その大手そういう口コミサイトみたいなところもそれを実はやってた、そういう営業してたなんていう話があって、はい、でも経営者側はそれ否定してたりするんで、はい、真実は分からないんですけど、うん、これ本当に悪質ですよね。これ第三者機関的なところって信用が全てじゃないですか、はい、それを悪用してるっていうのは絶対許せないですね。井川さんいかがですか。いやもうこういう詐欺のネタって本当に次から次へね、よく思いつくもんだと思うんですけど、その分真面目に働くネタを考えろよって、はい、まあ、あの真っ当なねアイデア出せばいいなと思うんですけど、使うツールが変わってるだけで、我々子供の頃になんかよく聞いたのはシロアリをチェックしますよみたいなんで、シロアリポケット入れて入っていって 2,3 時間寝て出てきて、シロアリやばいですよって言って、あ、ほんならいついつつって何もせずにみたいな、まあ手口としてはやってること一緒ですもんね。津田さんいかがですか。いやこれなんか評価をあえて星いくつとかでつける制度がなくなる日が来るんじゃないかって思っちゃいますね。なんかインスタとかもいいねが表示非表示とかも今できるようになってたりもするし、だから結構他人に評価されるっていうことよりも個々で判断した方がいい時代になるんじゃないかなって思いました。こうやっていろんなものにこういう評価がつくようになって、ある種あの分かりやすくて選びやすいというユーザーの声もあるでしょ。例えばお医者さんとか。ああ、そうですね。ね、ここはね。いやでもちょっとこれは評価され勝手に評価される側からすると結構ね、SNS が強いお客さんがいるかいないかでも変わってくるでしょうし、なんかこれは。だからオタクラの元々のグループでいうと不当客がいるかいないかって怖い言葉ですね。不当客、不当客っていう表現はダメですか。ファンのことを不当客、愛が熱いファンの方がいるとか、そういう詐欺師の詐欺じゃないですか。愛が熱いて金取ってるんですよ。違います。愛の交換、愛の交換、はい、何を渡してジュニアさんが言うことで長野さんいかがですか。確かに須田さんの話聞いてそうだなって思いまして、あの素朴だったのかなって思いましたね、うん、そういう採点レビューを丸ごと信じてたことが、うん、だからテレビとかで言ってることも子供の頃全部鵜呑みにしてたのが、いろいろ広がっていろんなこと思うじゃないですか、視聴者の人も、はい、多分これも終わっていくかもしれないです ね、採点レビューというのも、うん、はい、ね、改めてその三上さん、先ほどお話しされてましたが、 IT ジャーナリストの三上さんによると、コメントをコントロールできますと言ってる時点でガイドライン派の悪質業者だということが明白、うん、でこの書き込みは日本語がわからない人がやっている、しかし日本と関係のある業者がやっている可能性があって、Google 広告に、ね、広告を出しているこの広告も信用ならないということでした。さあ今回の件は本当に悪質だと思うんですけれども、皆さんもどうでしょう、ネットの評価や書き込みで騙されたとか、逆に、こんな風に書き込まれたとか迷惑被ったなんてことを、宮崎さんなんかどうですか。まあ、僕はこうよく書き込まれますんでね、自分自身のこと、はあ、はい、なんて根も葉もないことも書かれたりしますし、はあ、まあ、ちょっとショッキングだったのは、まあ、記事ですよね、はい、記事自体もなんかこうエスカレートしていって、はあ、そのただの書き込みだけじゃなくて、まあ、本当有名な媒体が、ああウェブ媒体が、ああ宮崎健介はあの女好きで小学校の頃から女性のスカートに手を入れていたみたいな、ああその記事がね本当に6年ぐらい残ってたんですよ。ああで久しぶりに全部チェックしたら残ってて、ああで弁護士に行ってすぐ通知送ったら、ああもう一瞬で消えましたけどね。ああそうですか、はい、そういうどんどんやっぱやんないとね、消えていかないので。手は入れてなかったんですか。入れてませんよここがちょっとね引っかかったんですよね。入れてませんよさすがに。どっちが嘘ついてるんですか。いや入れてないと思うんですけど、ね、いやいや入れてませんよ。入れてない、入れてない。そんなの井川さんはどうでしょう。そうですね、騙されたとかこんなことを書かれたとか、まあ騙されたよりもどっちかというと書かれたの方ですね。あ、はい、私も例の事件の時に
にはですね、随分あの時に週刊誌で書かれてたことの9割は事実無根だったですね。あ、そうですか。はい、大体ああいうのって、でそうするとね、やっぱり私の週刊誌系の編集長とかも知り合いがいるんで、はい、誰が持ち込んだかっていうのははっきりは言わないんですけど、結局私を直接知ってる人はもちろん親しいから売り込むなんてことしないけども、その私がいる場面に横にいた人間とかですね、そういうのがもう勝手なあのことを、なんかこんなやついたよとかですね、本当にあの有名な政治家と結婚した某アナウンサーさんなんて、女子アナウンサーさんなんて、私面識もないのに彼女って書かれてましてね、申し訳ない、もう本当に気の毒、逆に相手様にね気の毒だなと思いましたけどね。なるほど、はい、須田さんはどうですか。つい最近だとやっぱり視聴者さんって本当に見てて自由でいてくださるなって思うことだったんですけど、なんか女の子ってメイクですごい変わるんですよ、はいはいはい、涙袋とかの大きさが変わって見えたりとかで、なんかつい最近テレビ出演した時のメイクはちょっといつもよりちょっとメイクさんがなんか鼻が高く見えるようにメイクをしてくれた日があって、その日すごいあのツイッター上で須田あかりやったなって言ってすごいいっぱい書いてあって、引っかかりますね。やってないですか。やってないですか。やってから言われたいなって思うぐらい、まあ、メイクの力すごいなもあったけど、けどこんなにやったなって1日で書かれるって、相当私その日可愛かったんだなって。長野さんいかがですか。私はね、言われ放題なんで、まあ、慣れてるんですけど、これがもうしょうもないのがですね、私エッセイを一昨年ぐらい出した時に初版のやつで血液型 A 型ってプロフィールでやってたんですけど、僕 AB 型なんですよ、はい、で AB 型の人特有の AB 型は奇才だみたいな変なプライドがありまして、それは激怒しました。私出版社に、俺なんで A 型って誤字してんねんと、はい、俺は AB 型だ、俺は変わった変わり者の AB 型だって言ってるのが今思えばすっごい恥ずかしかった。恥ずかしい、普通のやつですね。つまりジュニアさんはここまで聞いていかがですか。これはもう本当あれですけど、さっき井原さんがおっしゃった、9割嘘っていう話で言うと、うん、俺ももう過去フライデー完全いろいろ撮られたり書かれたりしましたけど、フライデーに至ってはですよ、9割事実でした。いや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 、びっくりした、オチが結末びっくりしてもらう話すごいな、フライデー。俺に関してはもう、うん、そうですって。そうなんだ。すごい。最後までご視聴いただきありがとうございます。テレビ朝日アナウンサーの田中萌です。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。